が大ブーイングの中で放った7号ソロ、メンタル強くない発言にファンが猛反論。ドジャース12位にブルージェイズ、日時間27日トロントドジャース。大谷翔平投手は26日、日時間27日、敵地ブルージェイズ戦で3戦ぶり7号ソロを放った。2番指名打者で出場し、初回の第1打席で右翼席へ運んだ。試合後に取材対応した大谷は、球場が大ブーイングに包まれる中でのアーチについて、自分でメンタルが強いとは思わないのでときっぱり。この発言に SNS は、いやおにメンタルです、大谷さん神の領域にいるんだよねと驚きの反応が相次いだ。本気初のトロントでの試合となった大谷。昨年12月に一部の米メディアによってブルージェイズと契約するためにトロントへ向かったと報じられたが、誤報と判明。その後、ドジャースと契約合意した経緯もあり、初回の第1打席から大ブーイングが起きた。そんな中で生まれた3試合ぶりの今季7号だった。試合後、取材に応じた大谷は、自分のチームが好きだからこそ、相手の選手にブーイングすると思うので。そういう熱量は、ドジャースファンでも、ブルージェイズのファンでも、野球を好きなんだなというリスペクトを逆に感じるところかなと思いますとコメント。続けて、自分でメンタルが強いとは思わないので、思っている人で強い人はいないんじゃないかなと思いますし、そういうシチュエーションで打席に立ててるのは嬉しいことじゃないかなと思いますと自身を分析した。大谷の謙遜発言にファンも思わず反応。もうメンタルが強いとか弱いとかの次元を超えた神の領域にいるんだよね、さすがは我らの大谷さんだよ、世の中の人はそれをメンタル強いと言うんだと思いますけどね、とても素敵な好青年、同じ日人として心の底から尊敬するよ大谷、そう思って試合に臨める人のことをメンタルが強いって言うんじゃないかしら大谷君と驚きを受けた反応が相次いだ。フルカウント編集部。